共に負けるわけにはいかん。これがアビスの現実ってやつだ。なんだよ、お前は。
よっ、
言葉も出ないけど、とにかくおめでとう。これからは。ねえねえ、キラキラ、はあ、わあ、こんにちは。いい天気ですね。どうもありがとうございました。いらっしゃいませ。これでいいかな。ありがとうございました。なんなんだ、これでいいか。また寄って。いらっしゃい。毎度ね。いつで。これがアビスの現実ってやつだ。子供に負けるわけにはいかんよ。
なんなんだよお前は。
Huh?
ねえねえ、キラキラの石。おい、シーカーキャンプにいる不動橋に会ったことはあるか？そうか、それは都合がいい。不動橋はとにかく面倒な人だからな。よく知らない奴を不動橋に会わせるのは俺でもかなり緊張する。不動橋の機嫌を損ねると不幸な事故がよく起きる。不動橋にとっては少し撫でたぐらいのつもりだったとしても、そういうわけだからお前に付き合ってもらおう。これから不動橋に会いに行く。シーカーキャンプに持っていく荷物が多いんだ。荷運びの手伝いをしてくれ。
ようこそいらっしゃいました。どうもありがとうございました。こんにちは。これでいいかな。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度ね。いつでも来なよ。どうだ、何か見つかったか。子供に負けるわけにはいかんよ。急げ。どうした？どうした？どうした？どうだ？何か見つかったか？しばらく前に深海山荘に降りていった月笛の探掘家の方がまだ戻ってないんです。探掘計画書ではとっくに戻っていてもおかしくない時期なんですが、遭難した可能性が高いのでその方の安否を確認したいんです。深海山荘に降りることがありましたら少し捜索してもらえませんか？助かります。よろしくお願いしますね。できれば自分で捜索に行ければいいんですけど、僕まだ青笛ですし、深海山荘に降りるほどの実力もないんです。おや、君は嬉しいね。ようやく私のところに来る気になったのかい？ご無沙汰しています、不動教。私に用があるなら客まで聞くよ。ついておいで。わかりました。そうだ、荷運びの報酬を渡しておこう。ようこそ
お二人とも、お師様に会いに来られたんですか？望遠鏡で二郎さんが見えてから、お師様お待ちかねでしたよ。はて、この子は俺を知っているようだが、以前来た時いたか？あ、君は、マルルクか？驚いたな、その格好。だが、確か君は…いや、その…どうだい、似合ってるだろう？はい。それで、何か土産はあるのかい？ええ、いろいろお持ちしましたよ、不動鏡。ほう、珍しい瓶詰めばかり持ってきたね。こりゃ、西ベオルスカの文字かね。こっちのは見たこともない。なんと書いてあるんだい？怪獣の舌をこした肝とともに塩漬けしたものだそうです。珍しい味がお好きと伺ってキャラバン船から買い付けました。右手の瓶は虫の銅を干したものだそうです。こりゃ完全に酒のあてだね。どうだい、一緒にやるかい？クイッとさ。明日も早いのでお手柔らかに。もちろん分かっているさ。なんだい、また私と戦う気なのかい？かったるいね。でも約束しちまったから付き合ってやるさ。ここならいくら本気でやっても壊れないから安心しなよ。もっとも君の体のことは保証しないけどね。なあ、壊れても死ななきゃいいのさ。どうしがたいね。
なんだ、あっけないね。期待が膨らみすぎたか。正直物足りないよ。まあいいさ、君がその気になったらいつでも来ればいい。また相手してやろう。手加減はしないけどね。できないですよね、お星様。